わらめだめめし三宮明宏でございますさて今日のお客様はねああ私のお芝居舞台「愛の参加」でね共演してくださっているユウさんとお送りいたしますはいよろしくお願いしますえー、それではね今上演中なんですけれどもねはいあなたはねテレビや映画で大活躍ですけれどもねいやいや,いや舞台の仕事はどうですいややっぱりなんかあれですね 不思議ですね。なんか、まあ決まったというか、セリフも気持ちも同じ気持ちで言ってるにせよ、毎回毎回ね、違うものが生まれたりするので、<laughs> 面白いなあって思います。だから、好きですね、ライブの方が。<あ>はい、ライブの方がはい。あ、そう、よくあった。はい。あの、あ、普段ほら、 あの詳しいことをねお話しするっていう時間がないじゃないですかもう芝居のあれで、はいね、何かこうああいうことを私に聞いてみたいなこういうことを聞いてみたいなと思うようなことはありました姉ちゃんにですかはい別にないいやもうでも結構3年前とかその前からこういろいろお話ししててすごいお話をいっぱい聞くんですが今でもなんかすげえ本読んだりとかすんの 今はね、あのー、よほどの本でないと、そういう興味はなくなりましたけどね。うんうん、ただ、今、心がけてることは、とにかく、情報が偏らないようにっていうこと。あ<ー>だから、ちょっとの時間でも、もう普段プライベートで仕入れることができなかったら、あの、テレビのね、BS から、あとにかく、何か見るもん、ね、BS から。 全部、とにかくあの、外国のいろんなニュースあるでしょ、うん、ヨーロッパだとか、あの、アジ,アジアとか、うんうん、で、それ必ず一週間にいっぺんやってるじゃないですか。うん、で、そういうものも必ず見るし、で、そしてあの、NHK の子供のね、ピタゴラスイッチとかあるでしょ <laughs> <laughs> それから、あれとあらゆることは全部全知識で知ってて、ね、でないと現代に生きていられないでしょそうそうそう。だからね、 もう私なんかももうくたくたなわけ。どうして結構、結構くたバラエティー出てるからいや、バラエティーはあれなんですけど、5、6年に1回ね、もうめんどくさくなるわけ。その、自分の周りの好きなこと以外のことがね。あ、そうでも全部死んじゃえばいいのにとか思うんだけど <laughs> そ、そう、そういうなんか、こういうのないじゃん、見てると。 そういういい波が、うん、ないよねだからそれはでも無理なんですよ普通の人はあそううんもうなんかあもうあいつ死ねばいいのにこいつ死ねばいいのにとかずっと思って、ええ、でお仕事している時とか楽しくて、ええ、でまた何かカチンとか来るとまた思い出して、ええ、それで「何で <laughs> やろう」あねやろっつって、ええ、焼き酒飲んでええ みたいなことなのね <laughs> 普通の人ってかわらしいじゃない <laughs> それをこうこういうふうにいつもこうファーっとしてんじゃんいやファーっとしてないけれど分析するのよあ<ー>分析しちゃってあの向こう側の気持ちね安置所っていう気持ちでその安置所の方の側の論理ってのはあるわけじゃないえ優しい無理向こうには向こうで うん、だから、その生まれがどういう生まれで育って、どういう両親で育って、うん、で能力がどうなのかってで、そういうふうにしたら、あじゃあ、こういうふうにひねくれちゃってね、悪意だらけになって、うん、で何もかもね、レベルに低いところでしか判断できないのは無理からぬことだと思うとね、まあいいかっていうことは、パッと切り捨てられるのね刑務所行って話してあげたら、みんな泣くと思うよ。<laughs> <laughs> 素晴らしいでねじゃあね、はい、この「愛の参加」っていうのはさ「はい、無償の愛」がねそうでしたテーマですけれどもでユウさんがね「無償の愛」を感じるのは<え>あの子供さんかわいい子供さん紹介されたけど本当にかわいいのねなんかお姉ちゃんに抱きしめられて棒みたいになってます、ね、<laughs> 本当<に>緊張して私子供が大好きなのよね,ね そうですね。でも、あの、う確かに、産んでみてから、うん、あの、ちょっと人間的に成長して、うん、人んちの子供とかも、うん、ちょっとだけ優しくはなりましたね、さすがに。はい。だから、あの、学ばせていただいておりますね。でもやっぱり子供さんのためだったら、自分がどんなに犠牲になっても平気って思うでしょそうですね。やっぱりそれに伴って、 そうですね。そうなんですよ。で、そうなってくると、こう、あれですね。パートナーの存在っていうのがまた、順位がね、下がりますね。順位が <laughs> <laughs> そういうのを、こう、ちゃんとみんな等しく、無性の愛を持たない、ね。いや、パートナーっていうのはほら他人でしょそうです。ねはい。だけど、 あ子どもっていうのはね,ねあなたの DNA が出てきちゃってる、はい、自分の体の一部だから、はい、だからそれはちょっとパートナーとはちょっと種類が違うわねそうですねちゃんと一丁前にしないといけないですねあうそう、はい、頑張ります